どんだけやってもここは勝てなかったんだ。どんだけやってもやってもやっても200回はやったね。はい、今日はこのなんだピースオブ和歌山をクリアしたいと思います。もう全部使わせてもらう。もう勝ちたい。とにかく、まあ、ニューメンバーで一応ゲットしたんですけど、うん、僕出す順番もう覚えちゃった。パターン的には体洗いと第二弾進化で、うん、目玉親父、目玉親父、目玉親父、目玉風風が役に立つ、うんうん、役に立つ。出しすぎるとね、触っちゃうタワーに相手の。まずここで倒しちゃう。けど倒しておきたい、倒しておきたい、倒しておきたい。一番最初のあの時の一番最初のウイルスのやつには、うん、悪あぐきがあるので、それがちょっと一シャフもいいですけど、ちょっとそこがダメですね。一シャフいけば強いよ。やっぱりこっちも手術おるんだ。塗り壁がやっぱここはね重要。かなりここでもう触っちゃう、もう触っちゃっていいもん。いつもは出しちゃうと、ほらもういっちゃえ。こういう風の方がもう手っ取り早いです。もういぶっ倒せ、ぶっと。この誰か3人のうち誰か1人倒せばかなり違う、かなり違う。やばい、負けそう。やばいやばい、負けん。もうここは引くんじゃなくて押す。目玉の親父は引いた方がいいって言ってた。いや、目玉親父は引いてますよ、ここでも。これ後ろからだけど結構与えれる。目玉親父の衝撃や手術で攻撃してる、うん、後ろから。攻めてない。あ、倒した。範囲が広すぎる。ウイルスも倒した。スローで勝負楽しみたい。ここまで行ったのは初めて。こんないいとこまでは初めて、初めて。おっと、手術が効いてる。無駄なくじゃんじゃん出すのがいいんかな、このキジムダを。うん、もう出す。ヤバヤバがないからここは。あ、それやね。ヤバヤバあったらちょっとヤバいよね。ヤバい、ヤバヤバだけに。ここにはボスがもう一人おるでな、あの魔法使いが。そいつがいけるんじゃないこれ。どっちか押せ押せ。この新しいソンソンシシソンソン様やで。ほんとに大事だ、大事なとこだ。攻めろ。このままぶっ壊せるか、出しちゃうのか。やっぱり出てくるのか。塗り壁そこで頑張っとれ。ここでみんなを回復。出たー。この魔法だーって言って、魔法がね、秘術魔法、秘術だ。金秘術こっちも目玉焼き金色秘術だ。あ、いいね。だけどまだ意味なかったかも。タワーからの攻撃で全滅。気をつけろ。出すタイミング出せる、出せる。よし、いけるかもこれ。どうよっしゃ。この2人を倒せるのか。いけるね。油断したかね、うん、おお。あとは激レアの魔女やつで5倍、ノーマル5倍、最強へ、うん、ノーマル対ノーマルには最強だ。いけー、もうラストだ。一緒フィー、これがラストだ。ラストラスト勝負。ソンソン、いけ、シシソンソン、いけ。下は攻撃、初攻撃、でも初攻撃、初攻撃。やばい、負けるぞ。でもいける、いける。いけるかもしれないけど、ガジマル軍団が多いと見えるけど、これキジムダだけだ。キツナ、キジムダだけだ、これ多い。ガジマル軍団が、あ、キジムダ軍団。ああ、塗り壁がここで耐えてくれてます。やばい、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 いけるかもしれないけど、やばい。突っ走れ、行くんだ。シシ、ソン。食らっとる？おー、行ける。もっとそこで。いやー、やめてくれー。うわー。どう。あ、やばい。まだ、ニューキャラが。体洗い、体洗いが近くまで、一番近い体洗いが洗ってます。イエス、よし、勝ちました。
やっとそれに勝ちました。やっとこれ一番やったね、このステージは。無理だったね。アデルよりかも強かったかもしれません。一番強かったね、ここは。じゃあ、バイバーイ。